長年のダメージにより朽ち果て、塗装が剥がれ落ちたボンネット、旅で色が赤褐色に変わったエンジンルーム、空気が抜け大地を力強く蹴り上げていた面影を失ったタイヤ、力強さや躍動感などをイメージしその名が付けられたというマツダサバンナ RX3。 その勇猛なイメージとはあまりにかけ離れ、品種ともいえる1台のサバンナの姿が今年の1月長野県岡谷市にあった。そしてそのサバンナの隣で穏やかな笑みを浮かべながら、ある男はこう力強く言った。このサバンナをもう一度走らせるあれから8ヶ月、無謀ともいえる挑戦が一歩ずつ前へ進んでいる。廃車同然のマツダサバンナ RX3 に再びエンジンを灯し走らせるという挑戦を編集部はサバンナ RX3 復活の奇跡と題し連載記事として追いかけている。この挑戦に挑んでいるのは長野県岡谷市で自動車販売整備修理を営む合田板金の社長駒場豊氏だ。自ら数多くの板金塗装を手掛けており、中でもロードスターのレストアを得意としている。今回は朽ち果てていたサバンナが駒場氏の手により丁寧に分解されていく様子と、駒場氏が思い描くレストアの完成型についてその思いをお伝えしたい。蘇る45年前の記憶、あの姿をもう一度。45年前の1974年、駒場氏の父で合田板金の現会長駒場実氏がサバンナ RX3 を操り富士スピードウェイを駆け抜けた。日常生活の中で常にレーシングカーとしてのサバンナ RX3 があるという環境が幼かった駒場氏の記憶に強烈な印象を残したことは、これまでの連載で述べてきた通りだ。今回のレストアにおいて駒橋が描く完成型はただ走らせるということではない。レーシングカーとしてのサバンナ RX3 の復活にあるのだ。45年前にサーキットを走っていたサバンナ RX3 をはっきりと覚えているわけではありません。ただ幼かった私の側に常にレーシングカーがあったのは事実です。今回のレストアはその記憶をたどるようなもの。完成型はあの頃のレーシングカーの姿に近づけることです。レーシングカーからパーツを移植、今回のレストアだが、それぞれのパーツについても駒場氏の思いが現れている。リアフロント各セクションについては20年前に駒場氏が1台では保管できないため、必要な部分を切り、このサバンナのレストアのために保管していたレーシングカーのパーツが移植される。レストアオリジナルの再現ではない。読者の皆さんは当時のレーシングカーの車高が今よりも高かったということをご存知だろうか。駒場氏によると父である駒場実氏は確か15センチメートルくらいだったはずだと話したそうだが、45年前の記憶で確かな基準があったわけではないようだ。駒場氏は今回サバンナの車高は当時よりも低くするつもりですと話す。当然車高が変わればタイヤの大きさやフェンダーのデザインも変わってくる。ただ今回のレストアは幼い頃の自分の記憶の中にあるレーシングカーの姿を再現すること、車高やデザインについては現代の基準に照らし合わせ、その車を自分が見て一番かっこよく最高の状態にすることが大事なんですと穏やかな笑顔で話してくれた。まだまだ修復作業は果てしないように思えるが、駒橋とサバンナはある目標に向けて確実に歩を進めている。今回はいよいよサバンナ RX3 のレストアにおいて最も過酷といえる旅取り作業の様子をお伝えする。駒場氏の本領発揮となる作業に。